皆さんこんにちは、ビールジェンド管理栄養士の堀です。本日は健康的に痩せるための正しいプロテインダイエットの方法についてお話ししていきたいと思います。プロテインを飲むイコールこうダイエットに直接つながるっていう風に思ってらっしゃる方おられるかなと思うんですが、まあ、はっきり言うとプロテインを飲んでもそれだけで痩せることはありません。体重のコントロールに関してお話しすると、摂取カロリーと消費カロリーのバランスがもう基本になってきます。摂取カロリーよりも消費するカロリーの方が多ければ必然的に体重が減っていく、まあ、簡単に言うとそういったメカニズムになります。まず基本として食事内容を見直していただくことは大前提になりますし、可能な範囲で摂取カロリーを抑えるっていうのが鍵になってくるかなと思いますので、そういう点でプロテインをうまく活用していただけたらなと思います。摂取カロリーを抑えるからといって一食の食事をプロテインだけにしてしまうっていうことはお勧めできません。なぜかっていうと、プロテインは、まあ、タンパク質のサプリメントではあるんですけれども、やっぱり食事では、まあ、三大栄養素を、まあ、基本としてビタミンだったりミネラルだったりっていうものをしっかりバランスよくとっていただきたいのが基本として守っていただきたいなと思います。じゃあどういう時にプロテインをうまく使ったらいいのかっていう話になっていくんですけれども、プロテインを置き換えるのであればっていうおすすめのタイミングが2つあるのでお話ししたいなと。でまず1つ目が食事と食事の間隔が空いてしまうタイミング、軽食の置き換えにプロテインを使っていただくのがおすすめです。毎日お仕事されている方だとこう朝ごはんと昼ごはんの間だったりとか、まあ、お昼ごはん食べてこう代謝するまで夕方ぐらいの時間ってだいたいお腹空いてくると思うんですけれども、そのタイミングでプロテイン、タンパク質をしっかりとっていただくと空腹感を少し抑えることができますし、腹持ちもいいので余計なものを食べずに済むというか、その後の食事の量も少し抑えることができるっていう点で、食事と食事の間が空くタイミングにとっていただくのがおすすめです。2つ目なんですけども、女性の方はあるあるかなと思うんですけど、私もあるあるなんですけれども、甘いものが食べたくなる時で1日に何回かあると思うんですけども、甘いものが食べたくなった時にそのタイミングでプロテインを飲むことで甘いものを食べたい衝動を少し抑えることができるっていうところも利用価値かなと思っています。具体的な例をお話しすると、甘いものが食べたい時に例えばドーナツを1個食べたとすると、ドーナツ1個のカロリーがだいたい293キロカロリーというふうに言われています。それに対してプロテインはお水で割っていただいて1杯だいたい120キロカロリー前後なので、ドーナツを食べる半分以下の摂取カロリーでタンパク質もしっかり補うことができるっていうところ、ある程度満腹感もしっかり感じられるので、そういうタイミングの置き換えとしては結構有効かなと思っています。あとは日常的にこう甘いカフェオレ飲むようなタイミングがあったりする方だったら、カフェオレをだいたいコップ1杯飲むと130キロカロリーぐらいあるんですね。こう甘さのレベルにもよるんですけども、タンパク質の量で比較するとカフェオレをコップ1杯飲むと多くて 5g ぐらいのタンパク質量なんですけれども、カロリーを摂るにしても質が重要になってくるので、同じ摂取カロリーでもタンパク質がプロテインだったら 20g 摂ることができますので、カフェオレを飲むんだったらプロテインを飲むみたいな風に切り替えていただくと、摂取カロリーを抑えつつタンパク質もしっかり補うことができるという点で、甘いものが食べたくなった時の置き換えとして使っていただくのがおすすめです。健康的に痩せるためにはプロテインを飲むだけでは目に見えた効果っていうのは出にくくって、運動と組み合わせていただきたいなと思います。タンパク質を摂ることで筋肉量の維持にもつながるので、単にこう脂肪だけ落として筋肉量落としてってやるダイエットよりも、引き締まった体で基礎代謝も高めることができますし、見た目もこう健康的な女性らしい体になるダイエット方法かなと思いますので、しっかりした栄養管理とタンパク質の摂取と運動をしっかり組み合わせていただくのが健康的なプロテインダイエットの正しい方法になります。ぜひ健康的なスタイリッシュな引き締まった体を目指していただきたいなというふうに思います。では本日は正しいプロテインダイエットの方法についてお話しさせていただきました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。